上新電鉄上新線。上新線は、群馬県高崎市の高崎駅と群馬県神田郡、下仁田町の下仁田駅とを結ぶ上新電鉄の鉄道路線である。起点である高崎駅は、上越、北陸新幹線をはじめ、高崎線、上越線、新越本線、両毛線、八高線といった JR 各路線の列車が発着する交通の要衝であり、 本路線においても起点であると同時に、車両元や本社の所在する重要な駅となっている。列車は、構内で最も西側にある例番線ホームから、発車すると、少しの間高崎線と並走した後、右手に分かれ、家々の軒先をかすめるようにして、しばらく走り、南崎駅に到着する。同駅は、現在は一面一線の形態だが、かつては、 秩父セメントの施設が存在し、秩父鉄道から八甲線経由の貨物列車が多数発着していたため旅客用ホームの向かい側に貨物側線を設した一面二線の形態であった。南高崎を出ると国道17号、県道71号と相次いで交差した後、左にカーブして新幹線の高架の直下にある佐野信号所に到着する。佐野信号所を出ると、 今度は右に急カーブして、再び新幹線の高架をくぐり、すぐに2014年に開業した、船内で最も新しい駅である佐野の渡し駅に到着する。佐野の渡しを出るとすぐに、カラス川を渡り、左側に大きくカーブした後、しばらく直進すると猫屋駅に到着する。猫屋を出ると桑畑などが点在する山すを走り、高崎商科大学のキャンパス最寄り駅である。 高崎商家大学前駅に到着する。高崎商家大学前を出ると、しばらく直進した後右にカーブして、三名八幡宮の最寄り駅である一面二線の三名駅に到着する。三名を出ると、田畑や住宅の広がる平坦区間に入り、駅を出てすぐ右へカーブした後直進して、西山名駅に到着する。西三名を出た直後にある、 小さな右カーブを抜けると、隣のニ庭駅まで約 2km の直線間となり、列車は一気に速度を上げる。次のニ庭駅は一面二線の交換可能駅である。同駅は陸上自衛隊吉井分屯地の最寄り駅であり、かつては自衛隊向けの貨物列車が設定されていた。ニ庭を出るとすぐに、かぶら川を渡り、右カーブと勾配を抜けて、再び県道71号を、 アンダークロスすると、吉井駅に到着する。同駅も交換可能駅であり、かつては専用線も存在した。吉井を出ると、多少のカーブはあるものの数駅先まで続く長い直線区間に入る。次の西吉井駅は上新電鉄が開発する住宅地の最寄り駅として開業した駅であり、駅周辺は新興住宅街になっている。 その次の上州荒谷駅は一面一線だが、駅の高崎寄りに荒谷信号所があり、駅のホームから列車の交換を見ることができる。次の上州福島駅は交換可能駅であり、高崎下仁田間のほぼ中間に位置し、駅周辺には万南ライフの工場などが立地する。上州福島を出て再び、かぶ川を渡り、丘陵地帯に入って、霧通しを抜けると、 東富岡駅に到着する。ここからは再び住宅地の中を走り、まもなく沿線、第二の都市である、富岡市の中心駅であり、同時に、世界遺産富岡製市場の最寄り駅でもある上州、富岡駅に到着する。同駅を、四十儀とする列車も数本設定されているほか、かつては上新電鉄の自動車部門の中心地でもあり、鉄道に沿って、高崎、前橋、 下仁田方面や直角に、松井田、磯部、安中方面を結ぶ、路線網が築かれていた。上州富岡を出ると、戦後休止中であった駅を復活した西富岡、敷地内に、旧七日市藩の藩邸の一部が保存されていることで、知られる、富岡高校の最寄り駅である上州七日市駅を通り、国道254号の踏切を越えて、 カブラ川が右に迫ってくると川に沿って、左にカーブし、その名の通り、和ズ宮間前神社の最寄り駅である上州、一宮駅に到着する。同駅は交換設備を持ち、駅舎にはかつてバスの営業所も同居していた。上州一宮を出ると田畑と住宅の混在する区間を、カブラ川の北岸に沿って走り、 右に大きくカーブした後、再び国道254号と、踏切で交差して、間もなく、新能源駅に到着する。新能源を出ると、再び線路は一直線となり、上、新越自動車道とアンダークロスした後、右に大きくカーブして、新駅名で知られ、一面二線の交換可能駅である、南ジャイ駅に到着する。南ジャイを出て、正面に、 山が迫ってくると線氷駅に到着する。線氷を出ると風景は一変し、急峻な山肌とカブラ川に挟まれた、わずかなスペースを縫うようにして走る。途中ナローゲージ時代の急橋量を右手に望む鬼が、沢橋梁を渡り、やや開けたところに、赤津信号所がある。赤津信号所を過ぎても、しばらく山岳区間は続き、ナローゲージ時代のトンネルの移行が右手に見えてくると、 s 字型のカーブに入り、そこを抜けると間もなく上新線唯一のトンネルである、白山トンネル、延長40メートルに入る。トンネルを抜けると、国道254号が左手に迫ってきて、しばらく並走した後下仁田の市街に入り、間もなく終点の下仁田駅に到着する。駅前はかつては、中込方面へのバスターミナルとして賑わったが、2017年、現在は、町内各所や、 南木村方面へ向かうバスやタクシーが発着する。1996年のダイヤ改正までは、優等列車も運転されていたが、現在は全列車がワンマン運転の普通、各駅停車である。朝夕のラッシュ時には1時間に2から3本、昼と夜遅くを除いた、時間帯には、おおむね1時間に2本の列車が運行されている。高崎下仁田間の当時、運転のほか 高崎城州富岡間の区間列車が平日3往復、休日1往復設定されている。2018年現在の高崎下仁田間の所要時間はおおむね1時間前後だが、後日のように利用者増加策として路線全体のスピードアップを行っていた1980年代には同区間を各駅停でも50分前後で結んでいた。百二十四年の電化開業時に ドイツのシーメンス社から購入したデキイチ系電機、機関車が現在も不定期に工事列車や電車を牽引して、イベント時等の臨時列車として走る。その他、利用客を増やすために様々な試みがなされており、カラオケ列車、お座敷列車、宴会列車といった、企画列車の運行や、電車、デキイチ系電機機関車を用途自由で、貸し切り運行することができるサービスなどがある。また、 時間帯は限られるが平日、休日ともに自転車が持ち込める列車、サイクルトレインが運行されている。かつて1950年から1969年まで、日本国有鉄道、国鉄から、春、秋のハイキングシーズンの日曜祝日に、臨時列車、1961年以降は、荒船の愛称が設定され電車化の乗り入れがあった、ほか、1984年に、 国鉄の12系客車のジョイフルトレイン、くつろぎが6両編成で、1992年秋に、東日本旅客鉄道、JR 東日本の、安らぎ、後の渡らせ、渓谷鉄道、サロンド、渡らせ、割れ1系両と最後尾に、原型、原色の12系、客車1両を連結した4両編成が入線したことがあり、出来1型が10連でこれらを牽引した。 地方施設の中でも本路線は沿線人口に恵まれ、昭和30年代までは安定した経営状態を維持していたが、年間旅客輸送人員は昭和41年度の816万5000人をピークに減少に転じ、昭和48年度には営業損失が1億5000万円を超えて、ついに昭和49年度からは地方鉄道機動整備法に基づく、 助成金を受けるまでになった。しかし、この状態は、群馬県としても政毛地区発展の観点から、当然好ましいことではなく早急に対策を講じることが求められたため、列車の増発とスピードアップによる需要の掘り起こしを行うことなり、総事業費、約12億円、当時のうち半額程度を県が補助する形で、昭和55年度から56年度の2か年にわたって、 車両及び施設の更新や新設、線形の改良といった大規模な近代化工事が実施れた。この結果、1981年、昭和56年11月25日のダイヤ改正においては、新たな優等種別として急行及び準急が設定され、高崎下仁田間の所要時間は、最速で従来の快速による48分から急行の6分に、 大幅に短縮されたほか、確定でも、従来56分から67分かかっていたものが50分前後へと、おおむね10分程度の時間短縮となった。また、列車本数は、従来の上下28往復、内高崎下仁田間25往復から、下33往復、内高崎下仁田間30往復へと、上下10本の増発が行われた。 しかし、乗客の減少を食い止めることはできず、1984年、昭和59年の赤津信号所における正面、衝突事故をきっかけ前線で ATS を導入した以降は、大規模な路線改良は行われなくなった。東線沿線はもともと、江戸時代より中仙道のバイパスとして交通が盛んであった。1871年、明治4年の、 関営富岡製市場開設に伴って、交通の近代化への機運が高まり、1873年、明治6年、本庄富岡間に乗り合い馬車が開業した。しかしこの馬車は営業の不振から一度廃業し、後に新町富岡間に路線を変更したものの、こちらもほどなくして、廃業の浮き目を見ている。1881年、明治14年には、 木道馬車の計画が行われたが、これはついに完成しなかった。1884年、明治17年、日本鉄道の高崎線開通により再び交通の改革へ着手しようとの動きが始まり、1895年、明治28年に有志によって、妙義、荒船両山系の地域交通の便益を図り、同時に小坂鉄山。 青草石灰山等の産出物の搬出を目的とした上野鉄道株式会社が設立され、同年に高崎から富岡を経て下仁田に至る路線の免除を得た。1897年、明治30年に高崎下仁田間 33.7km 全線が開業した後は、客下混合の列車が全線を2時間半かけて走破した。その後は、 順調に収益を伸ばし、前線の所要時間も1922年、大正11年には2件10分から20分まで短縮したが、京弁鉄道規格では、時代の進展に対応できず前線の基幹線 67mm への改め機と直流線 500V による路線電化が行われることになった。また、時を前後して千曲川に沿って、 長野県の中込みに延伸する計画も得て、1921年、大正10年に社名を、上新電気鉄道に改名した。電化に際しては当初自給電力の供給をもくろんで1922年に、東京電灯より、同社室手発電所の土地建物を譲り受けている。また、改め機に際しては、第一期線である高崎城州富岡間を、 季節レールの外側に位置を付設する3線式、続く第二期線上州と見おかしモニタ館では、第一期線の使用後発生したレールを再利用して、季節レールの内外に一線ずつを付設する四線式として、列車の運行に支障がないように考慮してい。改め機と電化後により、蒸気機関車が客車と貨車を引く混合列車から、旅客列車は電車に、貨物列車は電気機関車牽引へと置き換えられ、 特に旅客列車による全線の所要時間は1時間前後へと大幅に短された。室田発電所からの自給電力の供給は事故等への配慮から中止となり、東京電灯に発電所からの電力を供給する代わりに自社の福島変電所に受電する方式となった。1964年昭和39年に社名を上新電鉄へと再び解明した。 上新線の近年の輸送実績を過表に記す。輸送量が増加した時期もあったが、最近では一貫して減少している。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。 鉄道統計年報国土交通省鉄道局監修より抜粋。上申線の近年の収入実績を可評に記す。収入総合計画が増加した時期もあったが、最近では一貫して減少している。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報国土交通省鉄道局監修より抜粋。上新線の近年の営業成績を過表に記す。表中、収入の単位は千円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。鉄道統計年報、国土交通省鉄道局監修より抜粋。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。